疲れただろ。あら、キリュウさん、もしかしてお酒飲もうとしてます？お体は平気なんですか？少し香りを楽しむ程度にやるだけだ。心配いらねえよ。もう、そういうことなら今私の隣の席空いてますけど。おう、ご相伴に預かるとするぜ。サエコはキャバクラのママをやってるんだったな。ええ、こう見えて一応オーナーです。前のオーナーが亡くなった後、いろいろあって経営を引き継いだんです。お店の接客は若い子たちが頑張ってくれてるけど、時々は私も接客してるんです。だとすると俺もこの状況じゃ金を払うべきなのかもな。本当はそうですね。でもキリュウさんには前にいろいろ助けてもらったし、私たち借りがありますから。キリュウさんからお金なんてもらえませんよ。お、いけない、キリュウさんじゃなくて鈴木さんって呼ばなきゃでしたっけ。仲間うちでは本名で呼んでくれ。この店に敵はいないし、そうしてくれると嬉しい。ですよね。私もその方がずっとやりやすいです。じゃあ他のメンバーはともかく、私はキリュウさんって呼ばせてもらおっと。やっぱりキリュウさんは一口お酒飲むだけでも貫禄ですね。大人って感じ。お互い様だろう。バーで一人飲みするお前もなかなかの貫禄だったぜ。そうですか。じゃあお店の経営に若さを吸い取られちゃったかも。確かに一国一城の主なら若さだけじゃ切り抜けられねえだろうしな。そうなんですよね。そのせいか私に言い寄ってくる男の人も昔と比べて口説き文句が変わってきました。おお、どんな風に。彼らはことあるごとに付き合った先のことを、具体的には結婚を意識してるような感じをちらつかせてくるっていうか。なんだか表客だな。他の若い女の子にはそうでもないんだけど、私がつくお客さんの中にはちょくちょくいますね、婚活中の人で。それってつまり私の年齢が適齢期で、少なくとも周りからはそういう目で見られてんだろうなって意識しちゃう。しかも言い寄ってくる人たちの中には結構お金持ってて条件いいなって男もいたりして。案外まんざらでもなさそうじゃねえか。どうですかね。正直私としてはあまり結婚願望はないし、今のままでも十分楽しくやってるから。でもその一方で私には双子の妹がいて、あの子には今付き合っている彼氏と結婚して早く落ち着けばいいのにとか思っちゃう。だって早く結婚しないと適齢期逃しちゃうから。そいつはおかしいだろう。双子の妹なら年齢も同じなんだからよ。そうなんです。自分のことは棚にあげてね。我ながら都合のいいこと言ってるなって分かっちゃいます。それが分かってるなら俺から言うことはねえな。そういえば、ん？
一番は私のこと何か言ってました？ハワイで一緒にいた時。さてな、急にどうしたんだ？春日のことが気になるのか？そういうわけじゃないんですけど、私はしばらくあいつと話してなかったから、ちょっと頭にくることがあったし。しばらく話してないってどのくらいだ？いえ、別に元気でやってたんならそれでいいんです。まあ一番のことだから、どこにいたってしぶとく明るくやってんだろうなって想像してましたし。やだ、ちょっと桐生さん、何急に黙っちゃったりして。春日のやつと何かあったのか？俺でよければ力になるぜ。いえ、そんな、別に何かあったってわけじゃ。そうか。だがもし俺にできることがありゃ何でも言ってくれ。いいな。やっぱり熱い人なんですね、桐生さん。そういうところどこか一番に似てるかも。ふん、どうしたもんかな。ここで俺があんまりお前と楽しく飲み続けると春日のやつが悲願じまうかもしれん。やだな、もう。だから私たちはそんなんじゃないですってば。そっか。じゃまた機会があったら一緒に飲んでくれ。迷惑でなければな。迷惑だなんてとんでもない。ただし桐生さんの体に触らない程度にですよ。よかった。ならこれからもよろしく頼む。ええ、そうですね、もちろん喜んで。よう、サエコ、一緒に飲んでもいいか？ええ、もちろんです。キリュウさんのために隣を開けておいたんですよ。病人があまり飲みすぎないよう見張ってなきゃいけないですし。そうか、なら話は早い。ちょっと聞きたいんですけど、キリュウさんは女性にアプローチするとき結構マメに気を使うタイプですか？そうだな、自分が照れくさくならねえ程度には気使ってたはずだ。花束を送ったりしたことはありました？そいつは俺の柄じゃないんだな。自分でやった記憶はないが、洒落てるとは思うぜ。人の部屋をバラの花で埋めてやろうってくらい毎日送ってくる男っていたらすごくないですか？お金もかかるし。そんな男はドラマの中にしかいない。少なくとも俺の周りじゃ聞いたことがねえ。結構意外かも。バブルの世代なら普通なんだと思ってました。ホストが客商売でやったりはしていたかもな。だがあれもある意味演出のあるドラマだろう。でこのバラの話は何につながるんだ？実際にそういう男がお前の前に現れたとか。よくわかりましたね。ええ、実はそうなんです。そいつはなかなか芝居がかった男だな。一体どういうやつなんだ？最近偉人町で起業した
経営コンサルの社長さん。まだ若くて、確か私の一個上です。最初にお店に来てくれた後、同伴のご指名をもらって少しデートしたんです。それからは毎日のように花を送ってくるんです。大量のバラをお店にも私の部屋にも。まあ悪い気はしないですよ。それを迷惑って言ったら私嫌なやつですよね。さあな、そいつは最近の話か。そうですね、ここ1ヶ月くらい。向こうはえらくお前にご執心だな。確かに金はかかってんな。しかも言葉の端々に結婚とか将来とか、ことあるごとに織り交ぜてきます。前に話してた店で結婚をちらつかせる客ってのは、その社長だったってわけか。はい、彼デートの段取りはいいし、女の扱いはすごく上手なんです。細かく気を使ってくれて、話題も幅広くて面白いから、女の子によっては一チコロかも。お前も社長のことをまんざらでもねえと思ってるみてえだ。どうなのかな。でもそういえば、一番もハワイでよろしくやってたみたいですね。千歳ちゃんって若い子と。お、おう、まあそうだったかもな。彼女どんな子です？千歳は富士宮家の御令嬢ってことらしくてな。そういう意味じゃ規格外だ。それは私も聞いてます。あの富士宮家のお嬢様ってすごすぎですよね。最初はただの泥棒かと思って出会ったんだが、俺も春日も随分と踊らされたもんだよ。一番はその千歳ちゃんに素っ裸に向かれて放り出されたんでしょ。いくらなんでも油断しすぎじゃないですか。確かにな。だいたいお母さんと会うためにハワイまで行ってんだから、しっかりしなさいよって思っちゃう。だがそうは言っても、あいつは色仕掛けじゃなく、単に酒の中に一服盛られただけだ。しかも最初は茜さんの家政婦だと聞かされてたし、ハワイに敵がいるとも思ってなかった。油断はしてたろうが、そう責めてやるな。ふーん、キリュウさんは一番の肩を持つんですね。相変わらずあいつは人たらしというか、なんというか。ほっとけなくはなるよな。ええ、それはよくわかりますね。あいつは誰に対しても明けっぴろげだ。何も特別な目で千歳を見ていたわけじゃねえってことなら、お前も安心か。え、別に私は一番が若い子と仲良くしたって微笑ましく感じるだけですよ。そうか、じゃあそういうことにしとくさ。なんか嫌ですよその含み笑い。もうあったまきた。さあこうなったらどんどん飲んでもらいますよ。年上の余裕か知らないけど、落ち着き払っちゃってムカつく。今日は私が桐生さんのこと裸に向きましょうか。ああ一応ら病人なんだ。一つお手柔らかに頼むぜ。だからその薄笑いは何なんすか。もう
よう、サイコ。飲み始めたところか？ええ。けど、ちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした？何を困ってるんだ？前に何回か話した恋バナですよ。経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか。相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか。そうなんですよね。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。他の若いキャストの子には目もくれずに。向こうはパッと見プレイボーイで金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。何か向こうに別の魂胆があったりはしねえのか？一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうがお前に惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、お店はまだまだ小さいけど、やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし。で、向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。ちょっと気味が悪いかも。その男のことを詳しく教えてくれ。そうすりゃもう少し見えてくるかもしれん。私の方でも一通りは調べたんです。結果としては特に不審なとこはなかったかな。彼は、そうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにして、ちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。お前自身も案外その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱり分かりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく、遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういや、これは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。ええ、そうやって空回りしちゃって肝心なとこを抑えてなかったりするのが目に浮かびますね。少なくともあいつなら、もし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。悪いやつじゃねえよな。なんです？なんだか桐生さん、私に一番のことを売り込んでいる人みたい。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。お前の口から話を聞かせてくれ。春日や難波から小耳には挟んでる。あんまりはっきりとは聞いてないってことか。
ハワイにいる間は何かと忙しかったんだ。他に急いでやらなきゃならねえこともあった。今はこうして一息ついて飲むこともできている。はい、ですね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。あいつらしい。だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ、一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいって、なんというかむき出しの打算を見せられて。あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだよなって。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか。まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね、素直に言えばちょっと胸がときめいたし、あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか、今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね、全くです。で、もうやめやめ、せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。そういやそうだ。桐生さんの方こそ浮いた話とかないんですか。これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて、彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。だがこの話をするには一日二日じゃ終わらねえ。そして俺はもうなんだか眠くなってきて。うわ、ちょっとそれ何ですか？ずるくありません？いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もうそれいつですか？そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。無茶言うな。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。うん、わかった。これからはそんな風に気を使わないで、すぐに知らせてくれる？ええ、よろしく。どうした、何か問題か？はい、ちょっとお店のことで。でも桐生さんにはきっとつまらない話だし。仲間のピンチに知らん顔はしねえよ。
お前が問題を抱えてるなら、そいつは捨ておけねえ話だ。そんな、ちょっと嬉しいじゃないですか。まあ確かに酒の魚にはちょうどいい小さなトラブルかな。俺が力になれそうなトラブルか。いえ、あいにくだけどそうじゃないですね。キャバでトラブルがあったとしたら、大抵は売り上げが立たなかったか、キャストが引き抜かれたかってところだ。ヤクザにみかじめをせびられて嫌がらせを受けるっていうのもありますよ。清流会はそのあたりには手を出していないと聞いてるんでな。さすがですね。ええ、実はうちのキャストがライバル店に引き抜かれたんです。もちろん偉人町でもそれはご法度なんですけど、最近は景気が悪くてみんな生き残りに必死なんです。何人引き抜かれたんだ？今のところまだ一人、他に 4,5 人が声をかけられてるみたいなんです。ずいぶん大掛かりだな。みんな引き抜かれたらうちはおしまいですね。手塩にかけて育ててきた女の子たちだから、今ほどの戦力は多分もう再現できないんです。そしてもっと悪いことに、私が別の理由で店を畳もうとしてるって噂が出て、引き抜きが起きやすくなっているんです。ん？どういうことだ？その噂によると、私がコンサルの社長からアプローチされて結婚する気になってるって言うんです。実際アプローチは本当だし、そういう目で見ると人によっては私が浮かれているようだったみたい。それで店を畳む噂に信憑性が出てきちゃったんです。なるほどな。そういうことならよその店に移ろうかとキャストの子たちも考えるか。おまけに浮かれている私に気を使って引き抜きをかけられてるって報告も遅くなり、ようやく知らせがあったのがさっきの電話。なんだよ、全然つまらねえ話じゃなかったぜ。悠々しき事態じゃねえか。私はそんなことよりも、はっきり言って店の子たちに遠慮されたのがショックですよ。普段から言いたいことは何でも言ってねって、風通しが良くなるように努力してたんだけどな。なんていうか、最近面倒見がいいっていうのとおせっかいのラインが曖昧じゃありません？私だけ？人間偉くなったり立場が上がると、多かれ少なかれ他のもんと距離ができるもんだ。仕方ね。それよりさっきの引き抜きの話だが、聞いてて一つ気になったことがある。え、気になったことって何です？その引き抜きが初めから仕組まれていたってことはねえのか？仕組まれてたって誰に？お前に寄ってきているコンサル社長、そいつのアプローチがキャストたちの引き抜きを起こしやすくしたとは言えねえか？そうですかね。店のキャストはお前に育てられて恩義を受けてる。普通ならそう簡単に引き抜きに応じねえだろうし、すぐに報告をあげてお前も対処できたはずだ。なるほど、そうだったかもしれません。でもおかしいか？コンサルの社長は前にも言いましたけど、うなるほどお金もあって左打ちわです。そんな人がキャバの引き抜きなんかに噛んできます？確かにな。それにうぬぼれてるわけじゃないですけど、彼から私へのアプローチは本気だと思います。
もしあの振る舞いが結婚詐欺師の手口だったりしたら、それを見抜けない私じゃありません。ふん、そうまで言われちゃ返す言葉もね。ああ、すみません、渡したらついムキになっちゃって。じゃあ万が一ってこともあるし、彼の関わりも疑って引き抜きの件調べてみます。気を悪くさせたかもな、経営の素人が余計な口出しをした。そんな風に思っていませんよ。最近私のこんな相談に乗ってくれるのは桐生さんしかいないんだから。ならよかった。またいつでもつまらない話を持ち込んでくれ。そういうことならお言葉に甘えちゃいますよ。でも本当なの？ちょっと信じられないんだけど。そう、じゃあ私の見込み違いだったわけね。よし、ならこの目でしっかり確かめてくる。場合によっては戦争よ。紗英子さんは何かトラブルがあったようですね。ええ、どうも穏やかじゃねえこと。場合によっては戦争とか。前にここでお二人が話していたでしょう。紗英子さんのキャバでキャストの女の子たちが何人も引き抜きを仕掛けられていると。ええ、じゃあやっぱり紗英子に寄ってきてた社長ってのがその黒幕だったってわけですか。さて、さっきの電話の様子からはそこまではっきりとは分かりませんでしたね。あ、すみません、あの鈴木さんですよね。うちのママがお世話になってます。ん？俺に話してるのか？それはそうでしょう。偉人町でのあなたは鈴木太一さんです。うちのママっていうと、お前は紗英子の店の子か？そうです。ママちょっと前ここにいましたよね。何か早まっちゃいそうだから止めに来たんですけど、電話切られちゃって。じゃあさっき紗英子と電話していた相手は？ええ、私です。何があったんだ？ええ、ここしばらくママに言い寄っていた社長がうちの子を引き抜いてるライバル店と裏でつながってると分かったんです。確か金持ちのコンサル経営者だったな。その社長、実はライバル店のマネージャーと同じ大学のサークルで先輩後輩の仲だったんです。社長の方が先輩でした。それで多分後輩の頼みということでうちのママに言い寄って引き抜きの目くらましをしてたって話みたい。すると紗英子はそいつらに文句を言おうと乗り込んでったってわけか。早まっちゃいそうってのはそういうことだろう。うん、ママかなりキレてたからとにかく早く止めた方がいいと思って。わかった、俺が様子を見に行く。ライバル店のある場所は？あ、それはですね。あんた、よくも人の時間を無駄にしてくれたね。結局、うちのキャストを引き抜くための茶番で私に言い寄ってたわけ。いや、参ったな。確かに僕は彼の店の引き抜きに協力はしてます。可愛い後輩からの頼みだったんです。昔から困るとすぐ僕に頼ってくる。
すみません先輩、ここは俺の方で何とか収めますから。いいんだ。それより聞いてください、サイコさん。お怒りはごもっともですが、少し誤解があります。そう？あんたらの狙いが分かった以上、どこにも誤解はないんじゃない？このゲスコンビ。おい、いい加減にしろよこら。先輩は一月で億を稼ぐお人だぞ。真剣なキャバのまま風情が、舐めた口聞くな。金持ちだから口の聞き方変えろって言うの？バカは引っ込んでなさい。話の邪魔よ。こんな俺が助けに来るまでもなかったか。大した貫禄だぜ、サイコ。あ、キリュウさん、なんでここに？お前が男に利用されて切れたって知らせが来たんだ。だが、思ったより冷静でいるんだな。もちろん、私は店からの引き抜きをやめさせたいだけ。そして二度とこんな真似をしないよう誓ってもらう。はあ、そのために用心棒を呼んだわけか。けどその方がやりやすいぜ。女だからと思って手出さずに置いてやったとこだ。おい、よせ。別に俺はそんなつもりで来たんじゃねえぞ。そうだ、僕も巻き込まれたくない。やるならせめて僕がいなくなってからにしてくれ。そうはいかないんですよ先輩。喧嘩っていうのは先手必勝です。しかも相手はあの切れ者、向田冴子の雇ったほどの用心棒。年は食ってるようですが、相当手だれのはずです。あんたいろいろ勘違いしてるよ。あと一応そっちのために言っておくけど、喧嘩する気なら相手が悪すぎるからね。この人はあの訳あってはっきりは言えないけど、喧嘩最強で、かつて伝説とまで言われた。はっ、その手には乗らねえ。おいお前ら、とにかくこいつらを黙らせるぞ。やっちまえ。後悔するな。覚悟してよね。結構調子いいかも。お願いキリュウさん。おう、声張っていくよ。いつでもいいぞ。みんな、よし、バッチリ。問題ねえ。悪く思うな。ここは任せて。相手決める。見せてあげる。みんな。やめるなよ。調子出てきたぞ。こいつは重いぜ。結構調子いいかも。手加減はなしだ。かかってきなよ。悪く思うなよ。ここは任せて。どうした？俺の番か。任せて。やっ、結構調子いいかも。押し出せて。まあこんなもんだ。まだ強くなれるだな。だから相手が悪いって言ったのに。待った、僕は喧嘩とかできないから。
それに誤解なんだよ、サエコさん。往生際が悪いんじゃないの、社長。あんたはこの店の店長に頼まれて私をたぶらかすつもりだったんでしょ。ふん、適齢期に差し掛かって私が婚期を焦ってるようにでも見えたかしら。だからそこにつけ込めると。まあ待て、あんたはサエコが何を誤解しているって言うんだ。言ってみろ。僕は確かに最初は頼まれてサエコさんに近づきました。君の気をそらし、君の育てた粒揃いのキャストを引き抜ける隙を作ってほしいと言われてね。僕としては自分の店を持って稼ぐ若い美人ママをからかって遊び半分楽しめると思ったまでのことだった。はあ、何か言い訳するんじゃなかったの？火に油注いでるみたいだけど。ごめん、まだ続きがあるんだ。聞いてほしい。何なのよ。君と何度かデートを重ね、その人柄や経営哲学なんかを聞いているうちに気がついたんだよ。僕がもし長い生涯を送るにあたってパートナーを持つなら、この人以外には考えられないって。なんですって。僕のことは嫌いですか、サエコさん。少しは脈があるんじゃないかと期待してました。金ならあります。ルックスは見ての通り上々。仕事だって順調だし、実は子供とかも大好きです。性格はまあ直せる範囲で直します。おい、お前まさかこの状況でプロポーズしてんのか？ええ、これまで僕は結婚に興味を持てずにいた。それはなんというか、自分で気づいてきたものに打算で近づいてくる女性を多く見すぎたせいです。でもサエコさん、君は彼女たちとは違った。いくら金を持ってようが決して媚びない。どんなに頼れるものがそばにあっても自分の力で立とうとする意志がみなぎっている。美しさとしたたかさ、その全てを兼ね備えた君となら、僕もきっと人と支え合うことの素晴らしさを学べる。バカバカしいフィクションでしかないと思っていた理想の家庭ってやつを君となら作れる気がするんだよ。それって君にとっても悪い話じゃないでしょ。もうあの小さなキャバクラだってやめていい。その後のキャストの子たちは後輩の店でちゃんと面倒見ます。ビジネスをしている君なら分かりますよね。これは間違いなく得をする話だと。くだらないね。くだらない長話を最後まで聞いてやったんだから、今度はそっちも聞きなさい。まずそこに転がっている店長に言って、二度と私の店の子たちに近づくなって。もしまた引き抜きを仕掛けてきたら、この町で共存する気はない。必ずあんたたちの店を潰して偉人町から追い出す。あ、でもあの、僕のプロポーズの返事の方は。まだ私の話が終わってない。あ、はい。あんたのプロポーズは残念だけど私には響かなかった。こんな状況で言ってくれた勇気だけは買うけどね。私以外の人にだったら通じるかもしれない。でもまだこれ以上私に言い寄ってくるつもりなら、屈辱を与え決して立ち直れないような言葉もかける。そんな。二度と私の前に現れないように。それが社長、あなたのためです。それではごきげんよう。強えな。俺が来るまでもなかったか。まったく、何なんですかね。私に言い寄ってくる男たちはどいつもこいつも。結婚を損か得かで迫ってきたら、私の計算じゃこっちに得なんてありませんよ。バカめ、笑わせんなって言うんです。まあそうかもしんねえな。
こっちは経営者の端くれなんだから、感情はそこらの男よりよっぽど早いって言うの。ああ、その分飲むスピードは少し落とすか。今日は珍しくペースが乱れてるぜ。嘆かわしいんですよ、私は。今時はあれがプロポーズなんですか？私が古い人間なんですかね。古い人間ってどういう意味だ？結婚というのは、そのもっと惚れ合った二人が言葉を尽くし合った先にたどり着くものだと思ってました。それなのにさっきの社長も一番のやつも、幸せになれるとか将来にどんな夢が持てるとかいろいろ言うけども、その前にもっと言うべきことがあるんじゃないの。なんであいつにはそれがわからないのか。私との付き合いが長いからって甘えだよ、それは。これは俺の勝手な想像なんだけどよ。はい。さっきの社長のプロポーズと春日のプロポーズ、両方お前にとって似たようなもんだったんじゃねえか。まあひどさで言ったら一番の方ですけど、確かに似てるかも。肝心なところが言葉にできてないっていう意味では。やっぱりそうか。なんでそう思ったんです？春日とはハワイで長い時間を一緒に過ごした。あいつの不器用さはともかく、熱いハートは高く買っている。そしてお前と何度か飲んでいるうちに、二人がどんなデートをしてどんな話をしたのか、まるで目に浮かんでくるようだ。大方一人で空回りして必死にお前を口説こうとしたんだろう。そしてお前に気に入ってもらおうと並び立てた言葉はどれも絶対に損はさせないって意味のもんだった。それがお前がプロポーズで期待していた言葉とは違っていたんだよな。だがその言葉が欲しいと自分からは言い出せない。結果としてお前は春日とずっと連絡を取らずに今日まで過ごしてきたってわけだ。どうなんですかね。そうなのかな。もしかしたらそういうことだったのかも。その答え合わせは俺の役目じゃなさそうだな。ただそれでも一つだけ言わせてくれ。はい。人生にはいつ終わりが来るか誰にもわからない。ある日突然残り時間を告げられることだってある。キリュウさん、時間がいくらでもあると思えるのは若さの特権だ。それでも時間は限られている。苦い別れをそのまんま放置するのはおすすめしない。俺から言っておきたいのは以上だ。ありがとうございます、キリュウさん。礼なんてよしてくれ。年寄りのたわごとだ。いいですよ。私おじいちゃん子でしたから、そういう話もっと聞かせてください。今のは謙遜して言ったんだ。そこまでじじい扱いするな。了解です。じゃあとりあえずペースは落としてあげますから、のんびり飲みましょう。さ、乾杯ですよ。何に乾杯するんだ。そうですね、
限りある人生を楽しむこの一瞬に。なるほど、その通りだな。乾杯。